パフォーマンス広場1階入り口ロビー。音楽や演劇関係の雑誌、各種公演やイベントのパンフレット等が置かれている。建物の前景が観察できる位置、200模型。南西角から北東に向かって撮影。1階エントランス付近に展示仙台市、青年文化センターは、仙台市北部の大原森林公園及び、旭川岡駅に隣接してある複合施設。 仙台フィルハーモニー管弦楽団の本拠地ホールであり、学徒仙台を代表する施設の一つとなっている。命名券売却により、2013年7月1日から、日立システムズホール仙台が優先的に用いられる愛称に認定された。パフォーマンス広場は、楽器、ダンス、演劇、その他のパフォーマンスの練習や楽しみのために自由に利用して良い空間である。 予約や許可を受ける必要がなく、利用料は無料で、センターが開館中の時間は自由に出入りできる。こうした制限の緩さから多くの演奏者、パフォーマーに利用されており、混雑することもある。極端な大音響でなければ、楽器を鳴らすのは自由だが、音響を考えた設計にはなっておらず、残響が大きく長い。床はコンクリートの上に樹脂の床材を張ったもので、 弾力性はほとんどなく硬い。ラジカセ等の持ち込みは制限されていないが、電源は供給されておらず、電子楽器やアンプ類の利用も自重されている。仙台市に提出された指定管理者評価シートに記載されているデータは以下の通り。ありがとうございます。